んでそんな一人だけ面白いことしようとすんの。かつて昭和が平成になった時代の変わり目にテレビの歴史を変えるお笑いスターたちが誕生した。現在のバラエティ界には第7世代と呼ばれる実力派揃いの若手芸人がひしめき合っている。そしてその第7世代の波はお笑い界だけにとどまらず、なんとジャニーズの世界にも。滝沢くん、はぁ、あ、しまいました。滝沢くん、いや、かっこいいよ。ナイスジー、ナイスジー。果たして第7世代の中から未来のスターは現れるのか。 7G、 さあ始まりました 7G。 ふるさという第7世代の実力派芸人の皆さんと超人気アイドルの皆さんでいろんな企画にチャレンジしていきたいと思います。なんでそんな一人だけ面白いことしようとすんの。パワハラが過ぎます。パワハラはやめて。パワハラは過ぎます。もうこれであの結果を出せばまたうまくいくし、はい、出さなかったらもうあいつらダメだなっていう風になるんだから。それ言わんでいいんですよ。ここにはかかってる。何してんねん。あ、ちょ、最後さい、最後さい。ちょっとパワハラが。何してんの、さっきからあの一輪車の人。さあここからはセブンGメンバーの紹介。まずは話題沸騰中のジャニーズジュニア、スノーマン。今月ジャニーズジュニア単独では19年ぶりとなる東京ドーム公演を行い、なんと2020年には CD デビュー、さらにアジアツアーまで決定した今最も勢いのある第7世代のジャニーズジュニア。アクロバティックなライブパフォーマンスを得意とし、6月に発売されたアンアンでは表紙に大抜擢。発売後速乾の人気ぶりを見せつけたのだ。そんなスノーマンのメンバー目黒には表紙を飾ったアンアンにまつわるある話が。電車乗ってて、はい、アンアンでこう表紙飾らせてもらうと、はいはい、あのこの上の方にポスターみたいな電車の垂れてる、はい、はい、で僕あの日比谷線に乗りまして、はい、中目黒から乗って僕たちの見つけたんですよ、はいはい、でバレたいです。ガチいたいな。でガチいたいな。人形町まで行っても誰にも気づかれないんで悲しくなっても出ました。結構な距離あったよ。でもなんかすごい売れたんでしょ、この時のアンアンは。アンアン市場でいうとあの4回目らしくて、はい、重版したんだ。サスライラビー最近何かに乗りました。焼肉アンアンにはよく行きます。宮舘はスノーマンとは別に KC というグループにも所属しているらしい。 KC に所属。亀梨くんの会長の亀梨クラブという。なるほど。誰と所属してるんですか。山下くん、山下智久くん、あとキスマイフットツーの横尾くん。はい、KC の中でこれは誰にも負けない部分っていうのはあるんですか。とっさにタクシーを呼べる。できる後輩なんですね。大事大事。誰か帰るっていうのがもうとっさに分かるようになってきた。どこで分かるんですか。やっぱ目です。目で、帰りたそうな目っていうか目が分かるんです。もう四千頭身さんはもう帰りたそうな目。仕事終わったんすか、一輪車の方。タクシー呼んでもらっていいですか。オープニングなんで。阿部はジャニーズの先輩でもないあるグループに所属しているらしいのだが、あのカズレーザーさんが主催しているあのクイズ勉強会に楽しそう。今までで一番楽しそう。あ、もうあのカズレーザーさんが、はい、あの貸し会議室貸し切ってくれて、はい、4時間ぐらいずっと早押し問題やってる。楽しいの。僕ははい、でも一番この中で学歴があるんですよ。芸人チームで僕はい、一橋大学っていうところ出てまして。学歴は僕は上智大学院卒です。院卒です、はい、大学院。負けるな負けるな。いけるいけるいける。今の大丈夫。というわけで阿部 VS 中田クイズ対決。問題です。問題、はい、イギリスのウェールズにある世界一長い名前の駅は何でしょう。いけるいける。はい、はい、あ、
第3ロングロンドンステーション。違います。はい、いろんな意味でですか。はい、いろんな意味で違うけど、はい、クイズも違うし、ボケとしても違うしという。はい、ちなみに正解は、ランバイル、プルグウィンギル、ゴゲリフ、ウィンドロブル、ランティシリオ、ゴゴゴホ駅でした。どこなんだよ。クイズ対決2回戦、中田リベンジなるか。問題、はい、植物が光合成をするときに必要な要素を3つ答えよう。太陽光、二酸化炭素、水。正解。反対やな。反対やな。岩本は他のメンバーとは違ってどの先輩グループにも属さない。そのわけは、なんとか会に入ってそのお酒飲んだりとかそういうのはないです。しないんですか。はい、なんかそういうのも大事そうじゃないですか。大事なんですけど、でも自分としてはその筋肉とのつながりが一番大事かな。筋肉とのつながり、あ、筋トレをずっとしてるってこと。筋トレします、めちゃくちゃ。中山筋肉の言ってること同じ。内容はね、ルックスこそ違うものね。あの、そうですよね。文章にすると一緒ですよね。芸人チームは鍛えたりしてますか。あの、相方ダンスできるんで。おー、ジャニーズの前でお前ダンス、お前ジャニー手出すなよ、お前この状況。カマ声優って、カマ声優って手出すなよ、お前カマスや、お前めちゃくちゃやりたいやつやん、これ。今日はこれ一本でいきます。すごいよ。どうですか、ダンス今の見て。いいね、ラウ、いっちゃ。俺っすか。うん、宇宙ダンスめちゃめちゃピカイチなんて。やってみろよ。移動してまいりましたけども、なんかもう移動中にはもう結構長くなりましたので、雑学大会を。この程度の人たちで今次の方を狙おうとしてるっていう。こっからですもんね。最初の G はプールに突き出した特設飛び込み台の先端ギリギリで奇跡の凄技披露にチャレンジするというもの。ジャニーズの先輩木村拓哉は月9ドラマチェンジで総理大臣を演じた際、最終回で22分30秒ノーカットという一人喋りのシーンを一発 OK で決め、ドラマを最高視聴率に導いた。このように芸能界の先端ギリギリで奇跡の凄技を見せることができないと新時代のスターにはなれないのだ。ほら、落ちなくていいんですよ。あの、面白く落ちてくださいみたいなことではないですよ。この中で一芸を披露して落ちないようにしてください。落ちないですよ。いいです、落ちなくていい。さらにこの水めちゃめちゃ深い、まるでマリアナ海溝だ。やめろってお前それは。なんで。あ、濡れる前に何かやらなきゃ。最初のチャレンジャーはスノーマン向井。今流行りのボトルキャップチャレンジに挑戦。まあ、向いたをやってるということなので、はい、一周回っていける。大丈夫。結構この先端の方はやっぱり揺れますね。揺れる感じですよね。今説明してる間も結構揺れてますもんね。そうですね。これ成功したら頑張った証としてナイス G が僕の名前もコージなんで、コージみたいな。頑張ってください。それではスノーマン向井のセブンティーンチャレンジお願いします。そこで止まっときゃよかったんですよ。でその後そう、あの、着地してくれたんで、なんかそのバンバンバンって跳ねて、なんかぼちゃんと落ちたじゃないですか。跳ねるからね、あの、着地した時はね。ちょっと2個成功してる。次2個成功してる。もう全部やっちゃったのよ。全パターン、全パターン、全パターン。やめますか。やめないですよ。続くチャレンジャーはスノーマン渡辺。飛び込み台の先端で逆立ちを10秒できるか。あの、マネージャーさんに、あの、今日ちゃんとパンツ持ってきてねって言われたんですけど、はいはい、あえて持ってきませんでした。なるほど、はい、なぜならこう落ちない自信があるから。なるほど、はい、
後ですね、はい、スノーマン渡辺さん、セブンジーチャレンジお願いします。どうだっちょっとあったんすか、その気持ちは。ちょっとっていうか全部っすあかんってダメだって。続く四千頭身石橋はバランスボールの上で10秒間立ったままキープするという挑戦だったのだが、のミスを受け、後藤は一輪車のパフォーマンスを見せるはずが、5人目のチャレンジャー、スノーマン阿部は幅90センチの飛び込み台でバク転に挑戦。コンサートでこういう通路があって、脇にお客さんとかがいたりするので、そこでもやるの？やったりするので、なるほど、もうお客さんがいると思ってやれば、なるほど、それではスノーマン阿部さん、セブンジーチャレンジお願いします。あ、普通にめちゃくちゃかっこいいの。いきます。こんなに跳ねないはずですね。危なかった。最後のチャレンジャー、スノーマン佐久間はなんとジャニーズのお家芸であるあの技に挑戦。やっぱりこうジャニーズのお家芸、いやバク転だけじゃないんですよ。なんすか？バク宙行きたいと思います。多分もうこのステージでバク宙する人間3次元で僕だけだ。最も2次元に近い3次元アイドル、いきます。ちょっと、そんなギリギリからスタートして大丈夫？後ろほんまスペースないよ。もういけると思います。うわー、すごいな。ガチ決めてくれよ。いけるぞ。いけるぞ。しゃー。さあ、それではやってまいりましょう。スノーマン佐久間さん、セブンジーチャレンジ、お願いします。決めてほしいっすよね、なんか。これが第7世代のジャニーズですよ。こういうのを見ると、もうできるのにわざと落ちた倒立とかが本当にいやらしく。あれ、本当にあれ、これはもうさ、その放送尺のこともあるから、四千頭身のそれはいらないんじゃないですか、なんか。いや、それはそうだ、だってどっちかいらないよ、やっぱり。いや、お前だって。いやいや、お前だって。それはまあ後で決めたら、まあここで揉めなくてもいいんやけどな。ここは危ないって。危ない危ない。やめろって。よくよく止めよくよくよく止めよく止めちゃ止めてちゃう。だって今絶対落ちに行ったじゃないですか。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。そりゃそうじゃん。グルメで頑張るノーリアクショングルメ。ここからはもうスノーマンチーム対芸人チームの対決ですし、やっぱり芸人チームもね、先ほどちょっとやられてますから今頃。あなたの行動で僕死にました。後半の8秒以降記憶がないんです。続いての G は激辛グルメを食べてもリアクションせずに我慢できるか。
スノーマンと芸人がタイマン対決で限界まで競い合うというもの。グルメで我慢といえばお笑い芸人の大先輩ダチョウ倶楽部の熱々おでんに始まり、わさび寿司、ゲテモノ料理、海外の衝撃メニューなど、今やゴールデンタイムの番組で見ない日はないほど。江川哲朗、ロッチ中岡、みやぞん、誰もが売れるためにグルメ企画で限界ギリギリまで我慢してきたのだ。ただここで一つ問題が。負けてしまったらパンイチになるっていうのは。パンイチ？パンイチ、パンイチです。ジャニーズですよ僕たち。そうなんですよ。一応ね。でもタッキーに聞くといいよって言ってた。おい、ゆるいな。タキザ君ゆるタッキーはいいって言ってるから。俺ら NG が少ないグループだった。大体わかりますよね、その芸人のパンチ誰も見たくないっていうのは。はい、それはもちろん。それは本当に買ってくださいね。はい、見たくないですから。1回戦は目黒 VS 新山。激辛に耐えられずパンツ一丁の屈辱を受けるのはどちらだ。どうですか、自信のほどは。いやでも今回申し訳ないですけど、はい、これマジで勝ちます。ここはもう負けるわけにはいかない。なんかどうやら聞いたら結構男気があるというか。タッキーがスノーマンの中では一番男気があるっていう。でも僕も男気があるとスッチーさんに言われてる。タッキーかもしれないよ。吉本新喜劇のスッチーさんに、はい、こちらスッチーさんに言われてる。男気がある、はい、ちょっとスケールが急に小さくなっちゃう。社長と社長絶対に負けます。いただくのはこちらでございます。からしび味噌ラーメン、きかん坊さんのからしび味噌ラーメンです。これはやばいですよ。通常お店では辛さとしびれの量は鬼増しまでしか頼めないのですが、今回は特別にお店の裏メニュー鬼殺しでやっていただくことになりました。殺しに来てる。殺しなんですよ。ちなみに鬼殺しは鬼増しの3倍となっております。鬼が死ぬやつですよね、これ。鬼が死ぬやつ。ああそうです、鬼殺しだから鬼が死ぬやつ。とにかく匂いがここまでこの距離でもすごいんですよ。やばい。もうほんのり辛いんですよ。ノーリアクショングルメですよ、はい、ちょっとでも顔が動いたりちょっと見せたりするともうアウトですからね、はい、ちなみにどれぐらいの感じですか、一口って。ああそれぐらい。いやもうそれ以上いきますよ、僕は。ノーリアクショングルメ一口目のセブンジーチャレンジです。お願いします。ノーリアクション、ノーリアクション、ノーリアクション。うわ、ノーリアクション。マジで。新山さん止まっとこう。いいよ、いいよ、頑張れ、いけるよ。ちゃんと口の中入れて、口上げたら一口目。あ、オッケー、目黒さんオッケー。新山さん、飲んで新山。あ、いけるわよ。味はどうですか。いや、もうめちゃめちゃうまいです。これは何食べてもこうクッてなるときあるじゃないですか。あ、そうかそうです。さあ、それではどんどん参りましょう。ノーリアクショングルメ2口目のセブンジーチャレンジお願いします。いけるぞ、いけるぞ。新山さん、めっちゃいってる。目黒すごいな。え、おお、あれ。というわけで、新山アウト。辛さのリアクションとかそんなことより、これ何それ。アジア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 。目黒さん、大丈夫だったんですか。いや、これ強がってただけで、はい、マジ辛いです。あ、でも唇真っ赤だ。確かになんか、唇がすごい。うわ、すげえ。今、ちっちゃい火入れてませんでした。生まれたてのドラゴンで火が出てた。赤ちゃんドラゴンで火出てませんでしょ、宮舘。注目したら、ね、出てた。続いては、宮舘 VS 都築。そろそろ禁断のジャニーズのパンイチが見たいところだが、負ける気がしないです。めちゃくちゃかっこいいや。そうや、もう振りにしか見えないよ、もう。振りじゃないです。辛いもんはどうなんですか。初めましてです。大丈夫、はい、鈴木さん、その芸人先ほど負けてしまいましたけども、はい、いやでも情けないですよ、やっぱり。ちょっと先輩として負けてた、こんままや。そのまんまなんですか。どこ行ったか分からない、俺が。それでは参りましょう。ノーリアクショングルメ
一口目のセブンジーチャレンジお願いします。ダメだよ、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 ノリアクション、ノリアクション、めっちゃ揺れた、全然いい、熱いのいける、あれ？セクシーよ。お、いいよ。あ、前も。あなたってさ、さすが余裕。セクシーも。あ、セクシー。すごい。ダテ様。ダテ様。さあ、ノーリアクショングルメ、2口目のセブンジーチャレンジお願いします。行け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 、ちょっとコメントいただけないですか。いや、違う。なんて、なんて、なんて。口が取れちゃったかもしれない。あります。まだ口あります。大丈夫です。やばい。口はあります。大丈夫です。あ、ダメだ。なんか恐竜みたい。ジュラシックパーク出てきそうですよ。何この恐竜。勝負には勝ったんですけど、はい、なんかバラエティーでは負けた気がします。はい、これは何やったの？なんかこういうの時間帯あったじゃないですか。体に力入れてないと、はい、その弾けちゃう。そうなんや。バーンってなるかもしれない。機体が生身で大気圏突入したみたいな。もう持たないと思って。力を入れてかないとバーンってなっちゃうから。最終対決は深澤 VS 中田、ジャニーズと芸人のパンイチをかけた大将戦なので、いっちゃいましょう。いや全然余裕です。いや、やばいよ。うわかけすぎだ。うわ、西野さん容赦ないな。そんなに入れるんですね。わ、結構くるな。あ、匂いきます。匂いくる。ここでも来る。深澤さん、ちょっとずっともうスノーマン今調子いいですから。そうですね、はい、滝沢君に怒られたくないんです。やっぱそう、あるんですか、なんかお前あの出方ないぞみたいな。はい、絶対。はい、最近なんか怒られました？最近ですか、なんか顔が良くない。本当的だ。カッコつけると、はい、え、違うって、お前そっちじゃないって。あ、もうカッコつけるなって言われてるジャニーズの方ですか。珍しいですね。さあ、そして中田さん。いや、もう負けるわけにはいかないですよ。そうっすよね、ちょっと芸人があって、すいません、恐竜の方、恐竜の方、ちょっと変えちゃって、気になるから、いや、止まってください。いや、その小指ぶつけた時にみんなこうなるじゃないですか、はいはい、あれと同じ現象。体が毛穴刺激で止まってるんだ。逃がしてるって、今、カラーさんを逃がしてるっていうサイトで。さあ、長田さん、どうですか、カラーさんは。あ、めちゃめちゃ赤いよ、まるでシカゴパレスみたいだ。行きます。行けてます。行けてます。今行けてますか。大丈夫です。儀式みたいなことなんですね。そうですね。もう気持ち入ったんで、もうジャニーズの裸全国に晒しますよ。そうや。俺は。さあ、それでは参りましょう。ノーリアクショングルメ、一口目のセブンジーチャレンジお願いします。いけあれ、結構2人ともいけるね。とっても美味しい。まるで、夢のようだ。頭が回ってないです。さあ、どんどん参りましょう。ノーリアクショングルメ、3口目の
セブンジーチャレンジです、お願いします。頑張れ体がバーンってなる気持ちって分かりますか？分かります。さあ行きましょう。ノーリアクショングルメ4口目のセブンジーチャレンジです、お願いします。いけ、頑張るふか、え、すごい。え、ふっ カメラは消して、ジャニーズのガチゲロ俺見たことないですよ。じゃあカメラは向こうを向けないでいただきたいですけど、いろいろありますから、向こうは向こうで。ガザーさんの方からあのカメラの向こうで何があったかってタッキーにちょっと伝えてもらっていいですか？滝沢くん、ゲロ吐いてしまいました。痛いな。いやかっこいいよ。ナイスジガッツで頑張るポルシェ坂。いいっすね、ポルシェ。やっぱポルシェはいいっすか？いいっすね。これはちょっと傷つけられないっすね。いや、そうっすよ。持ち主、これあのタッキーのものですね。ガチ？ガチなんです。じゃあ、嘘でしょ？え、鳥肌弱いんすよ。今度の G はメンバーで協力してポルシェを手押しして全長54メートルのフジテレビ社屋の坂道を登り切るというもの。ジャニーズの先輩、東山紀之はデビュー以来雨の日も風の日も一日も欠かすことなく日課とする腹筋旋回を続けているという。ストイックな彼は他に誇れるものがないからと謙遜するが、これぞプロ意識。芸能界のトップで活躍するということは長く苦しい坂道を重い荷物を持って登り続けるようなものなのだ。さあ、スタンバイができたようです。うちのスノーマンのラウールがハンドル操作を、はい、はい、あの僕16歳なんでもちろん免許持ってないんですよ。そうっすよね。やらせてください。でもじゃあお願いしますよ。はい、さあそれでは参りましょう。ポルシェジャーさん、セブンジーチャレンジお願いします。ちょっと曲がって完全気をつけて。早いんじゃない？早いんじゃない？でもいい。焦らず焦らず。行ったり来たりが全然わかんなくて。運転席にはプロのドライバーをスタンバイ。ハンドルには一切タッチせず緊急時にブレーキのみを操作。助けて。OK、 進めてください。
んでバス来んのよ。なんでなんで、スタッフさん止めといてよ。ハンドル戻さないでぶつかるよ。だからハンドル戻して。危ない。俺がクッションになるから。行け。絶対いい思い出になる。絶対いい思い出になる。誰かがいいコメント言ってる。絶対今日の日を忘れない。ダンサーがあります。ダンサー勢いで行こう。行こう。一気に行こう。ダンサーが一気に行きます。ちょっと浮きました。ポンって。ラストラスト。みんなやるぞ。いけいけいけ。やったチームになった感じはしましたよ。みんなの筋肉がこの絆をつないでくれたんですよ。新山さんのファインプレーがあって、ありがとうございます。ちょっとぶつかりかけたんですけども、新山さんがお腹で履いてクッション。そうですよね、生まれて初めてクッション。行くお知らせが。なんすか。すみません、ミスでした。タッキーの車ではありませんで。マジで。マジかよ。タッキーのっていうっていう、僕とスタッフが一生懸命考えたら面白いです。おもんな。おもんな。もう最後のチャレンジはですね、スペシャルゲストのご自宅でトークさせていただきたいと思います。誰でしょうか。さあ今回皆さんがお邪魔するのはですね、デヴィ・スカルノさんです。デヴィ夫人。デヴィ夫人。デヴィ夫人ですよ。すいません、カンペ間違ってました。あ、ほら、はい、すいません、もう一回頭からやります、はい、今回皆様がお邪魔するのは、絵本作家やサロン運営などマルチな活動を展開する今最も熱い文化人、キングコングの西野亮廣さんです。今日は特別に西野さんのご自宅で彼の知られざる魅力を掘り起こしていきたいと思います。聞いてないですね。西野さんち。いや、ダメです。西野さんが、はい、覚えてないですか。それは収録前に番組スタッフが西野と打ち合わせをしたレストランでのこと。西野さんと面白いみたいなのをやらせていただきたいです。面白いですね。楽しみですね。いや、本当に面白いこと やりたくて、やりたいし、今日その熱意伝えるために曲を聴きました。いや、本当です。面白かったら何でもやりました。面白かったら何でもやりました。面白かったら何でもやりました。面白いことだったら何でもやるって言いますね。はい、面白いと思って。いや、そのこんなあの体力あり余る方が来られるとなんか家がごちゃごちゃになるし。いや、面白い面白い。やった。俺あんま信用してへんねん。このタイミングでこんな目にあるやけど、俺あんまり、特にスノーマンのことあんま信用してへんねん。なんか言われるね、なんか僕たちだっていろんな先輩のお家行ってますから。第7世代はまだむちゃくちゃしたらええと思ってんねん。じゃあ行きましょう。はい。おちょ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 、もう行く気満々や。部屋上がる気満々やもん。ちょちょ、お前たち、おい、靴下を汚していくな。おい、フジテレビの溝で靴下を汚してから俺んち上がるな。というわけで一行は西野宅へ。本当にいらんことせんとってな、はい、そのお隣さんもあるし、はい、じゃあ声がでかいな。誰やいの声で。ちょっと距離があったんです、すみません。さすがやりましょう。ちょ、声がでかいな。静かめやし、ワクワクしてきた。お前帰れ。アメリカだな、すみません。本当静かにして、はい、ちょ、いらんことせんで。お邪魔します。何これ、お邪魔します。え、なんで、なんで、
何これ、何これ、めちゃくちゃ面白い、すごいすごいすごい、わあすごい、これこれサッカーだから、それ違う、それ違う、それあの飾りの丸いやつ、いりますこれ、これいる、とりあえず冷房つけますか、違う俺がやるから、お前急にここで息してたお前は靴下を脱げ、靴下買いました、靴下の買いあったんかい、靴下の買いがなんであんねん、お前は先輩の家の珍しいな、お前あの電気つけたり消したりとか、そうだ電気がパンって飛ぶから、桃冷蔵庫を開けるの恥ずかしいから、で生活感はそこが、じゃあそれあるよ、それここで生活してるんやから、実際に生活感住んでんの、住んでんねん、何やと思ってんねん、俺スタジオや思ってんねん、貸しスタジオかな、じゃあじゃあ桃くん、スラムダンク読んでもいいっすか、じゃあスラムダンクちゃうねん、それスラムダンクでもないね、ちょっと読まなくていいから、めんどくさい間違いせんといて、スラムダンクじゃない、全然ちょっと微妙に違うねん、はい OK、 はい OK じゃないわ、ありがとうございます。最後の G は今まで MC だった西野亮廣を文化人としてトークゲストに招き、さまざまな質問をしてその魅力を深掘りしていくというもの。トークで大ブレイクといえば、お笑い芸人の先輩有吉弘行の強烈な毒舌、歯に衣着せぬ言葉で先輩芸人をいじったり腐したりして、今ではゴールデンで引っ張りだこの売れっ子芸人に。つまり芸能界でトーク力を発揮するには、先輩だからと気を使ったり遠慮したりせず、勇気を出してどんどん踏み込んでいくことが大事なのだ。ゲストトークで頑張る深掘りクエスチョン、僭越ながら今回特別にこの場は SnowMan の深澤が司会をやらせていただきます。お願いします、お願いします。まあね、ゲストの方も多分お着替えが終わったと思うので、早速お呼びしたいと思います、どうぞ。サッカーサロンの運営者、ビジネスマンなどあらゆる分野で大活躍するエンタメ界の革命児、西野亮廣さんです。お願いします。今日はセブンGにお越しいただきました。俺が、ね、違う、お越しいただきじゃないね。お前らが来たな。いや、招いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ、ようこそ来ていただいて。来ていただいて、これ俺住んでんねん、ここ。どうですか皆さん、格好。さっきと全然違いますけど。かっこいい。髪型もね、ちょっと分ける感じで。なんか濡らしてきちゃった。乾かす時間なかった。あえてドライヤーを使わずにウェットな感じで。あ、おしゃれです。いや、先生違いますわ。びしょびしょが好き。びしょびしょが好き。今日はなんか。こんなんありますか。そんなゲストそのマネーでその乾かす時間なかったんですかとか聞きますか。あ、すいません、ちょっと初めてなもんで、はい、今日はこれから西野さんの隠れた魅力を引き出すために、我々セブンGのメンバーがどんどん質問をさせていただきます。その前向きなやつお願いします。あ、もちろん、先ほどからちょっと気になったからごめんね、ちょっとイライとしちゃったかもしれない。最初の質問に行きたいのですが、はい、あ、じゃあ佐久間さん、あ、いいですか、はい、西野さん2017年に革命のファンファーレという作品を出版されましたね。そこで僕も買ったんですよ。あ、ありがとうございます。で、読みまして、あ、嬉しい、ありがとうございます。革命のファンファーレの音色ってどんな音なんですか。確かにそれ気になります。ちょっと、いや、やっぱファンファーレって分かるんですけど、どんな音なんだろう。それぞれのここで鳴ってる音じゃないですか。いや、音階を教えていただきたい。本のタイトルメロディーがどういう感じなのか。そうですね、パッパッ、そうそう、どの辺かっていうのだけでもやってもらってみて。パッ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 や。そんな大きい声出して大丈夫ですか。ごめん、ちょっと、ちょっと僕からも質問が。あ、いいですよ。西野さんって結構このバカみたいに手叩いて笑うじゃないですか。バカみたいに。あ、いや こう手を叩いてこう大きく笑うみたいな、はい、これが古いというか古典的なお笑いスタイルみたいな感じなんですけど、うん、そのスタイルでこうどうやって新世界に行かれたのかな。いじってる。いじってない。素直いじってるやん、なんか書籍をさっきから。じゃあ、なんか写真とかもアーティストの時は、こう白黒写真みたいなの使って古いスタイルでなんかすごいいじってない。いや、どうやって新世界に行ったかを聞きたくて。そっちから見て新世界に行けてない。行けてない。さっきからこんなこれがなんかすごい古いとか、あれが新世界ね。あれが新世界。新世界って白黒やね、はい、あ、そうなんですか。つまりその新世界に行くにはその魔法のコンパスを使うってこと。帰れお前は。お前は帰れ、その窓から。なんで俺こんな書籍いじられてんの、ずっと。あと僕もちょっと買ったんで、サインもらってもいいですか。サインもらってもいいですか。こんなタイミングで。いやー、俺たちも欲しかったな。僕も買ったのやつか。持ってくるよ、俺。え、なんかどこで買った。あ、新宿のブックオフ。ブックオフで買った。ブックオフ。あ、いいけど。
めっちゃありました。めっちゃ、はい、やっぱ売れてるんですね、いっぱい。そうですね、やっぱり、はい、いろんな人が手に取ってるんですね。売られてしまってんね売れてるんだのに、売られてしまってめちゃめちゃあったんで、はい、サインだね、サインあの、宛名とか書かないでもらって売るやんすいません、宛名はごめんなさい。どんな商売始めてんの、それ俺889円で買った本を、俺のその宛名なしのサインで、はい、これ1000円ぐらいで売るやろお前。あ、1000円はいかない。いかないから。ちゃんとそのリスペクトを込めて。はい、次僕行きますか。あ、はい、あの近畿大のあの卒業生スピーチ。あ、ありますよね。で、あの中のそのまあフレーズで、はい、12時の鐘が鳴る前の11時は。はい、こう針がね、重ならないんだよ、だから、まあ、要はその努力が実る前は報われない時間もあるんだよっていう、あれすごい感動を呼んでたんですけど、あれめっちゃ僕も心に響いて感動したんですけど、ちょ待ってよ、近畿大 の卒業生スピーチ、あ、ありますよね、で、あの中 そのまあフレーズで、12時の鐘が鳴る前の11時はこう針がね、重ならないんだよ、だから、まあ、要はその努力が実る前は報われない時間もあるんだよっていう、あれすごかったですね、あれすごい感動を呼んでたじゃないですか、あれめっちゃ僕も心に響いて感動したんですけど、ちょっと待ってよ、っていうことは西野さんは今何時なんですか。ちょなんかまた来たな会話の中で西野さんは何時ですかって聞いたことある。12時ってことはお腹が空いてるってことだろ。ピザを取ろうよ。死んでくれよ死んでくれ、死んでほしいんだよ。死んでください。じゃあ阿部ちゃん行こうかな。じゃあまあでもそろそろ箸休め程度にちょっと僕からクイズみたいなの。ああいいね、いいね。あでもちょっと西野さんにとってはちょっとラッキー問題かもしれない。あ、はいはい、アーティストとしても大活躍してます。ありがとうございます。今や世界を股にかけて大活躍している芸人さんといえば誰でしょう。これは簡単ですよ。これさ、これクイズでも何でもないですよ。みんな一個一個がフルネームで。あ、フルネームで西野亮廣。残念。ん？正解は北野武さん。なんなん？みんなたけしさん、たけしさん全部。みんなたけしさんがここに。何な今の？何なん？え？なんなん？普通のクイズ。いや、何笑ってんの？めちゃめちゃラッキー。何が？まっすぐに面白かったですよ。面白いつもりで言ってないでしょ。これここでたけしさんの話したって仕方ないやん。西野の話した方がいい。西野さんちょっと芸人の部分がちょっと足りひん。なんや足りないって何お前がチラってさ、足りないって言うの。なんか実際に言ったらちょっとちっちゃいし、なんかテレビでともっと大きく見せる。梶原がいないからやなるほど、なるほど。初めてで慣れてないね、そのあのいや、それには気づかない。その20年やってきて意外と背ちっちゃいですねって言われたことないからさ、持ってへんねんそれ。じゃあ初いじりですね。初いじり、初いじり、ありがとうございます。新世界で新世界じゃない。今行けた気がした。新世界じゃない、これ緊張やねん。どうすか今、ドキドキしました。お前いじってるな、さっきから。ちょっと、ちょどうしたの。ついにやったな、お前ついにやったな、おい。どうしたんすか、どうしたんすか。お前何した、お前何した今。ちょどうしたの。ついにやったな、お前ついにやったな、おい。どうしたんすか、どうしたんすか。お前何した、はい、お前何した今。はい、緑が薄かったんです。どうしたよ、緑が薄いからどうした。ああ濃くしてた。お前ついにやってるな。お前ついに絵に手出したな、お前。絵しかないなと思う。残念で絵しかないなと思う。危ないです、ちょっと危ないです。ペン先が知らんぜ、お前ついにやってるぞ。ペン先が危ない、ペン先が危ないですよ。何一番ダメなのは新山さんじゃないですか。なんでなんですか。新山さん。石橋ですよ絶対。いや新山さんですね。お前も何もやってへんやもん。何言ってんの。やめて。何もやってへんやん。ちょっと家の中でそういうのやめて。ちょっと止めて。
すっごい滑るね。すっごい滑るね。何してんの？なんでとどめ刺すの？危ない危ない。